うわうわマイクテイスティングペロリって感じ。どういうこと？猫ゲームみたいな。これね、俺はね、もうタイトルにまんまと釣られて買ってしまった被害者の一人というわけで、この辺をぶっ飛ばしながらやっていこうと思います。ランゲージ。キャットと、この、中国語？キャットって何なのこのランゲージ。とりあえずキャット。全然英語じゃん。Which animalism は、クラス？じゃあ、まあ猫でしょ。これ犬選んだらどうなんの？殺されちゃうの？そういうゲーム。怖えな、ホラーゲームじゃねえかよ。ザ・キャットゲーム。いやなんかすごいこの画風がいいよね。どういうゲーム？おいおい奥行きかわかんねえ、奥行きかわかんねえぞ。犬怖えな。ありがとうございました。ハイリックス、とりあえずこいつやるぞ。俺死ななすぎるだろ。ああうわうわうわ何ここ、何ここ、なんか血みたいのがある。サッカーボール危ない。あ、ぶつかるわけじゃないんだすげえぶつかるかと思った。今ぶっ飛ばされんのかと思った。俺の惑星が、俺のじゃないけど。まだ何これ、もうマウスで動かせってこと？何か違うよね。え、なんか穴開いた。どういうこと？パズル見たくなってるけど。ピースを集めろってこと？ワンピース的な？わかんないけど。わかんないけど、そういうことなのかな？これ、なすすべなくね？あ、プレイってできる。ゲーム名は、タイニーバーンストーリーみたいな感じかな？ピロリーン！だからね、絵本みたいなゲームなんだよね。まあ、結構そのアクション要素っていうよりは、こう、何？ちょっとずつやっていく感じだと思うんだけど、クリック、どこ？あ、パズルを集めればいいのか。次はここにもパズル。パズルを探せばいいの？ちょっと待って、俺多分これマウス表示されてないからどこクリックしようとしてるのか全然伝わってなくて、ピーポーピーポーって感じだから、ちょっと待ってね。今マウス表示するわ。えい、おはようみんな。待って、刺すよ。これクリックしても、あ、逃げていく。排除。撮影中。実況動画は撮影っていうのちょっとなんか恥ずかしいよね。あ、ここにもパズルある。あと22個。なんかとりあえず集めていけばいいんだね。パズルを、失われたピースをっていう。でこれ何なの？ボタンを押してクリックしたことによってなんか上に行ったね。あ、やっぱ待って、パズル。とりあえずパズルなんだよ、知らんけど。とりあえずね、パズルがものを言うんだよこの世界。これ結構な勢いで見つけてるけど、これをハンドル取った。あ、これを押すと移動できるんだ。なんかね、テンプルストーリーみたいな、エイブルサーイみたいな感じ。あんま名前言えないけど。これハンドルめっちゃ集めるじゃん。あ、ここにもパズルある。やべえ、これいろんなとこにあるぞ。ここにもあるじゃん。俺の索敵力。敵を見つける力ね。あ、パスワードが必要なんだ。このレバーとかは？これ違うんだ。適当にクリックし始めたら終わりだよね。なんか。ここには、このハンドルが1、2、3、4、5個くらい必要なのかな。で、ここには、何なんだろう。まあ、なんか足りてないよね。1個。ボルトがぶっ飛んでるというか。あれ、俺ちょっとこういうゲーム好きかもしんない。まだわかんないけど。あれ、これ引っ張ると？特にって感じか。ちょっと上行きたいね。上まだ全然調べてない。あ、ギアみたいのある。これ別に拾えないんだな。拾えないってことある？拾えてよ。なんかここに紐があるの気になるな。すげえ、マウスをこう近づけるだけで揺れる。よくできてるな。感心しちゃうわ。なんか足りてないって感じだよね、全体的に。おー、こんなとこも調べられるのか、ちょっと闇。あ、でも2とか62とか9とかあるよね。いっぱいあるな。8とか。え、ないえ、なにこれ？これヒントなの？なんか同じ数字潰して残った数字使うみたいな感じなのかな？わかんねえな。あ、なんか起きた！うわー、そういうことか！なんか同じ数字同士をクリックすると消滅するね。例えばだけど、同じ数字あるかな？
他に4と4あ、やっぱ消えたわ。何それ。何それ。これって6だっけ。6だね。これで残ったのはこれ三角なんだろう。もうクリックできるのないしな。0と7と三角。三角って何。三角ってなんすか。ちょっと全然解けてないよ謎。これもあ、これ0なんだ。何それ。で三角って何。 7H 三角って何。トライアングルって3の扱いなのかな。これで71でしょ。71あ、合ってんだ三角で。でこれ何。電球を9個集めてこいってことか。ははー、これ電球じゃね。あ、違うんだこれ。ハンドルあと1個あればいけんだよな多分。ハンドルあと1個どこだろう。すげえなんか見逃してるね。どっかにあるはずなんだよな。これやられた。完全にやられた。いやこれやられたわ。気づかねえわここにあんの。やられた。すっきり。異常すっきりした今。すごく頭今ゾーンってなったわ。頭に矢が刺さったような感覚だわ。病院行こう。危ない。これでもいけるっしょ。これどうすんの。え、これどうすんの。え、やって。あ、できたできたできた。よっしゃ、上行けるようになった。これパズル、これパズルね。誰かいるし。絶対このばあちゃん上下降りれないでしょ。このばあちゃんがここのここをくぐれるとは俺は思えない。そのパールをよこしな。ここでこれをクリックしてポチッと。うわー、ここにもなんかある。これヒント見ていいのかな。あ、わかった。多分こう揃えるんだろうね。とりあえず横一列に全部を。うわー、これやべえな、これやべえな。あ、終わった。あ、でも違うんだ、違うんだこれ。赤、紫、緑ね。うわー、これこのまま横にさ傾ける方法とか絶対あるだろうね。うわー、絶対違うじゃん。まあいいや、もう1からやるわ。変に楽しようとしない。で、オッケー。これでレバー押せるようになるんでしょ。あれ、何も起きねえ。とりあえずこのレンチも使いたいんだよな、ここら辺に。あれ、発動できないぞ。あ、できたできたできた。あ、いいね。ここ外してからなのかな。はーい。うー、見ちゃいけないものを見てしまったようなこの難解な感じ。うわ、なんだこれ。なんかパイプ、 L 字のパイプとギア。ギアはさ、わー、こっから取れるようになるのか。ここにもあったよね。結構覚えてるぞ。忘れてないぞ俺は。これギアじゃないのか。これギアでしょ。マジか。ここら辺にはないよね。うわ、こっからギアあと4つか。早いな、結構ペース。結構揃うな。こん中とかかな。いや、ないな。はぁ、あった、やったー、来た来た来た。うわ、パイプ使ったね。これでポチエンジンだね。これでこれでここら辺押すのか。ここか。まだあんのかよ。もうやめてくれよ。やめてくれ、もうやめてくれ。勘弁してくれ。複雑そう、このこう組み立てなくちゃいけない、こっから。あ、こうドラッグ&ドロップでね。やば、これここじゃね。うわ、もう間違ってると弾かれるんだな。これここら辺じゃない。ほら、全然吸い付かないじゃん。全然吸い付かない。あ、でもこれ、まあ言いたいことはそのままだね。でも順番があるのかな。
もう煙突とか結構いいと思ったけどな。煙突の根元的なのが必要なのかな。これどこだろう。あ、これここじゃん。あ、これはくっつくね、さすがに。でかいの、何この後ろの屋根の部分みたいな。ドアがあるってことは屋根もあるな。完全に完璧に作らせようとしてんな。骨組みは、おお、いいね。これはこれ、ここか。ここでしょ。結構ね、厳しい判定が。もうぴったりそこに持ってかないと許さへんで、あんた許さへんで、許さへんでって感じ。これ何、これ関係ない。結構パーツ少なくなってきたな。これってここなのかな。なんかその香りがするよね。あ、違うんだ。先に、あ、オッケーオッケーオッケー。で、これもこうじゃない。オッケー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 。で、あとは、うわ、あとあと10個ある。あ、ここじゃん。これなんだろう。これここか。いいね、そういう簡単なの先に。これさ、絵の中に一体化してんのやばいね。全然なんか触れるように見えない。まか不思議。いいね、あと5個か。早いな、意外と早い。え、でももう一通りやったよな。屋根か、あと屋根吸着。オッケー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 。ここ、ここもないね。画面内にあるから。うわ、それずる。あと3つか。ね、ここでもう完結しそうだな。あとなんだろう。あ、ここ、これついてるしな。あ、これが1個足りてないわ。これね、この車輪、これ2つだもんね。え、画面内なくない、そうなってくると。え、これ裏側とかでもないもんね。あと3つは調達してきてるみたいなことかな。でもこれ懐に収められる感じではないんだよな。ね、だからこの画面内で見つけてバシーってやらないといけないと思うんだけど、ないんですが、もう一旦離れる。はあ、作り直しかよ。誰だよ。誰だよ。いるだろう、他の敵が。うわ、これ取れた。マジかよ。これ取れんのかよ。これは後ろ？なるほどね。あと2つか。あと2つ。あとなんだろうな。なんか見えないんだよね。ほんと間違い探しだよね、言ってしまえば。あとなんだろう。ここか。ライトはさっきこれか。あと1個なんだろうな。屋根もあるし、むしろもうこれで走れるよね。で、1個足りないくらいでも。ここもなんか揃って、タイヤか、やっぱり。やっぱタイヤか。タイヤ相当隠しただろう。これ相当隠してるよ、みんな。あれ知ってんね。相当隠してるよ、これは。え、待って、取れた。なんか色おかしいなと思ったんだよな、これ。これだけ、これだけなんか色おかしいなと思ったんだよ。やめろや、そういうの。オッケーオッケーオッケー。おお、外に出た。きたー、46分、ゲーム開始から。長っ。ボリュームやばくない。いや、面白いけどさ、一面の難易度じゃねえだろ。これ何？あ、でもマップ移動だ、完全に。これでこっからなんかパズル揃えてみたいなこと？むずくない？むずすぎない？あ、でも最初のこのタワーはクリアしたから、次んとこ移動するにはパズル、集めたパズルを使って移動するみたいな感じなのか。へえ。
りだったわ。なるほどね。次コンティニュー押すと多分ここから始まるんだろうな。なるほど、ここまで51分。見た感じね、絶対間違いはあると思うけど、1 2 3 4 5 6 7 8 10ステージくらいあるのかな、大体。もしかしたら他の惑星もあるしね。いやーボリューミーしかも普通に楽しいしね、うん、いやなんかバカゲー要素とかこう見るからに変な要素とか事件性とかはないかもしれないけど、俺はすごく好きだわこういうのというわけで、タイニーバンストーリー、なんかこの手のゲームいっぱいあるよね。その全くストーリーとかギミックが違うんだけど、こういう感じで進んでいくゲーム、クリックゲーというかね。いや面白いね。取れてた